はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく11時半ですね。9月は10日の日曜日、暑いね。千代田区31度でですね、この日は29度ですね。ただまあちょっと慣れてきましたねはい、風あんまりないんですね。いきましょう。産経新聞、昨日9日17時35分に出た記事でして、角丸派活動家の49歳女逮捕、 JR 不正乗車容疑、尾行を逃れる目的かということですね。まあ、ちょっと読みますね。まず読みます。 JR の不正乗車を繰り返したとして、大阪府警警備部、警備部って公安のことです。はい、は9日電子計算機使用詐欺の疑いで、日本革命的共産主義者同盟、革命的マルクス主義派かっこ角丸派、の活動家深山里奈容疑者49、滋賀県湖南市中央 を逮捕した。府警によると黙秘している。警察の尾行から逃れるために不正乗車した可能性がある。府警は9日同容疑で大阪市東淀川区にある角丸派の拠点、解放者関西支社を家宅捜査。10月の G7 大阪堺貿易大臣会合を控え、過激派の動きに警戒を強めている。逮捕容疑は昨年4月下旬から4月中旬今年4月中旬、1年間、自宅最寄りの JR 草津線交際駅で乗車券を購入、東海道線新大阪駅で改札を出ずに折り返し、吹田駅で降車するなど、4回にわたって不正乗車し、正規料金との差額、計890円を騙し取ったとしている。微罪ですね。まあそれはいいんですけど、あのね、いやびっくりしました。まだそんなことやってるんやなと思う。あのね角丸派というのはですね、あの若い方はご存じないと思うんですけど、まあ、1970年代が全盛期長短かなと思いますね。60年安保と70年安保というのがありまして、その70年安保の前後がですね、この学生運動がですね、盛り上がった時期なんですね。68年67年ぐらいですか。ちょうどですね、団塊の世代ですね、48年生まれがですね、22歳になるのが70年なんですね、1970年。でその前ですね、彼らが大学に入って1年生2年生3年生ぐらいの時に、まあ、一番盛り上がったですね。でそこでですね、70年安保を阻止せよという、その前に学園紛争をやって、大体70年頃にはですね、山を越えてました。でそこからですね、その学生運動のもともと全学連という組織があって、どんどん分かれていったんですね。分かれていってですね、有力な新左翼と呼ばれるようになって、その一番有名なのが日本赤軍ですね。連合赤軍というのがありましたけど、それあれも分かれていってですね、学生運動系もですね、分かれていってですね、有名なんでですね、角丸と中核という2つがあるんですね。もともと同じ組織やったんですけどねあのね、な一緒にやったらええやんと思うんですけど、あれちゃうんですよ。何やったかな、一回覚えたんですけど忘れました中核派はね、スターリン主義なんです確か。で角丸はね、中核はレーニン主義や、マルクスレーニン主義なんですね。で角丸はそうでもない、なんかちょっと路線が違うんですよ。もうちょっとした路線の違いがこんなになってですね、お互い殺し合うぐらいになるわけですよ。殺し合ってるんですよ実際、死者何人も出てるんですけど。それで、70年代は、こう、打ち毛羽の時代ですね。お互い殺し合ってるというですね。それで、その後でですね、労働組合を乗っ取るわけですね。で、角丸はですね、国労を乗っ取りました。当時民営化をやってまして、その国労がですね、大いにその、なんていうか、反対の急先鋒だったんですけど、
国労を乗っ取ってですね、でやいのやいのやっていくうちにですね、かくまるって割合ですね、あれなんですね、あの成り合いになったんです最後ね最後成り合いになって、成り合い時期もあって、で今に至ってるんですけど、もうほぼですね、いわゆるだから段階の世代なんです視力は。今もだから75ぐらいでしょ、終わってるんですよ。それで80年代って私が学生だった時なんですけども、その時代にもわずかな残暑が残ってたぐらいでですね、ふんっていう感じですよね。で、もうその時代にはですね、もう社会主義というものが色あせてますし、あかんやんというのになったわけですね。ほんで決定的なのは1991年にソ連が崩壊したということですね。これでも、これでも決定的にですね、あかんやんという、社会主義自体があかんやん、人類は壮大な実験に失敗したわけですね。でですね、あかんやんということになってですね、もうなくなるかと思いきやですね、まだあるんですよ。でわずかにその段階の世代の後に続いた人ですね、僕の世代がちょっと上ぐらいまではまだちょろっといるんですよ。まだあの熱気にですね、ほだされていた人がいるんですよ。だから僕より若い人でも多分いないと思ったんですけど、いるんですね。で49歳って段階の子供の段階ジュニア世代なんですね。でこの49のおばはんがですね、こうちょろちょろと動いていて、こんなね、容疑でね捕まるというのはですね、これ要はあれですよ、行動監視なんてね、行動確認かな、行確とか行確とか言うんですけど、警察用語でずっと尾行されてるんですよ。ほいできちんきちんとその場その場でこう写真撮られてですね、ほいで今回パクられたわけですけど、警察はね普通パクらないんです、見張ってるわけですよ。でだから何かでパクるこう逮捕するこう理由があったんでしょうね。だからほとんど微罪でしょこれ。でこんなん裁判やったって実刑取れませんよだからこれを理由にですね、ガサ入れようをかけてるわけでしょ。で解放者監査者とかで公然部門って言いましてね、表に私はかくまるですって名乗って行動してる人たちがいるんですね。まあそこにガサ入れという嫌がらせをしてるわけですね、警察が。なんかあるんでしょうね。もうだからかくまるというとね、イメージがですね、国労でしょ、国労と早稲田早稲田にはまだいるそうですよ、かくまるがあ、中核はね法政なんです。で共産党はね立命館大学いやまだちょろっといるみたいですよ。まあどうでもいいっちゃどうでもいいですけど、まだねこれね、こういう49ぐらいの若い人がいてね、ほんで警察が見張ってるということ自体にちょっと驚きますし、ただね実はねこれ持ちつ持たれつでして、警察とはですね、警察の公安というのはですね、一番の監視対象は共産党でですね、あとは北朝鮮とかこう審査欲もあとは右翼を監視してるんですけど、監視対象はね多少暴れてくれないとですねなんていうか公安自体のその部署の存在意義が薄れるんですよ。つまりその審査役部署が今何回か知りませんけど、ここは何か1回2回3回4回とかあるんですけど、審査役連中がちょっと暴れてくれた方はですね、監視しなきませんね、僕ら監視しなきませんね、予算を入れて必要なんですよ、予算取ってくれるわけですよ。だから多少暴れてほしいし、多少たまには逮捕しなあかんわけね。だから逮捕しとっちゃうかなと。890円騙しとってあの警察署長の権限でパイできますよ、パイって釈放できますよ。やってるんですね。で49歳の女の人がですね、かくまるに入るんです。多分ね何も分かっていないと思うんですよ。日本政府はなんとか、帝国主義はなんとかって言われたらふーってやってるだけなんですよ。一回ね僕ね、中核派の人にね、おばさん、僕よりちょっと年上かな、おばさんに、ちょっと冷たろうと思ってですね、理屈をどうやって詰めていったら、これで、あなたたちが言ってること、ここ矛盾するんちゃうかとかって言うと、もうなんていうんですか、2、3回やり取りしただけでしどろもどろですよ。もう答えられないんですよ。つまりね、ですね、ああいうところに、その人バリバリの活動家ですよ。
活動する人もですね、分かってないんですよ、はね、なんか雰囲気で、うわ、私、中核派やとか、核丸派やとかで、ね、やってる人がほとんどであってですね、そのやつらの 理屈はあるわけですよ、レーニン主義とか、レーニン主義とね、スターリン主義の違いはね、一国社会主義か、何やったか、じゃあ、国際主義かの違いとかって言うてましたけど、どこがちゃうねと、どうでもいいやないかと思うんですけど、まあ、そんな具合でしてですね、49歳の核丸の女がいるということ時代が私にとってはですね、へえ、まだ生きてたんやあいつらと思って、まあ生きててもらうのは困るとさっき申し上げましたけど、公安にとってはですね、生きててもらうと自分たちの部署なくなるわけですからね、いやたまにはこいつら悪いことしてんねん、なんか企んでんねんとかって言うてですね、こう危機を煽り立てんとですね、来年から人員が削られたりですね、予算が削られたりするわけですね。はい、ということでございまして、この産経新聞のアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。